皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それではこれから FP 初級向けガイダンス、人生100年時代 FP 資格で広がる将来性ということで、お話をしていきます。よろしくお願いいたします。で、今日は、これから FP 資格を取得しよう、または FP という資格に興味がある、そういう方に向けて、FP 資格とはどういう資格だろう、またどういうことを勉強していくのか、そして、FP の資格制度の仕組み、こういったことをお話をしていきたいと思います。で、まず FP ですけれども、FP と言いますと、ファイナンシャルプランニング、そしてファイナンシャルプランナー、この2つの意味合いがあります。ファイナンシャル、財政上のですとか金融の、そういった意味合いですので、ファイナンシャルプランニングと言いますと、財政上の計画を立てる、ファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人といった意味合いになります。つまり FP というのは、個人の方に対して、財政的な、つまり家計、お金に関するアドバイスをしていく、そういった資格なんです。で、最近は、FP 資格、社会的な認知度がぐんと上がっている。で、FP と言いますともう誰でも、少なくともその名前は聞いたことがある、このような、感じになっております。で、FP 資格は、もちろん、仕事上でも役立つ資格です。例えば金融機関、銀行ですとか信託銀行、それから証券会社、そして保険会社、生命保険、損害保険会社、または不動産関係の、仕事、こういった、仕事では FP 資格はもう必須といっても過言ではありません。で、そのように仕事に役に立つということだけではなく、FP で勉強する内容というのは、誰も避けては通れない、お金に関する内容です。つまり日常生活を送るにあたって、どんなお金の知識を、持っておけば、一生涯にわたってお金に苦労せずに、安心して生活ができるか、お金にまつわる世の中の仕組みはどういうふうになっているのか、こういったことを勉強します。ですから、仕事で FP 資格は使わないと、そういう方でも、ぜひ、勉強して資格を取ってほしい、そういった資格なんですね。で、このように、FP 資格が非常に、近年注目されている。レジュメの1ページをご覧いただきたいんですけれども、なぜ FP になる人が増えたのか、ということで、私たちの暮らしへの影響と不安とありますけれども、日本でもこう景気のいい時代というのはあったわけですね。戦後、高度成長期、成長期と、ずっと右肩上がりの成長が続いてきた。その中では、例えば、お給料もどんどん増えていく、年功序列型賃金制度、または不動産価格がどんどん上がっていく。ですから、マイホームを購入しても、それほどお金のことを考えずに、住宅ローンを支払って、または、子どもの教育費を準備して、で、公的年金、もしっかりしておりましたので、老後のことも、それほど自分では考えなくてもやっていけた。ところが、最近の私たちを取り巻く経済状況というのは、非常に不安定な形になっている。これは皆さんご自身もそれぞれ感じていらっしゃることだと思います。で、例えば、景気が悪いような状況が続いている。で、雇用はどうなのか、お給料、それは全然増えないじゃないか、また、公的年金制度、失われた年金ですとかね、そういったことも問題になっております。ですから、いろいろな社会、経済のニュースを見るにつけ、将来の生活に対して不安に思っている、そういう方が増えているというのが FP 資格が非常に注目されている、そういった理由だと思います。で、一方ですね、私たちが、老後に向けて資産形成をしておく、最近では、いろいろな金融商品が出ています。じゃあその金融商品の中でどれを選択したらいいのか。で、
税金が有利な金融商品、例えばニーサですとかイデコですとか、皆さんもお聞きになったことがあると思うんです。そういった金融商品、仕組みはどうなっているのか、どういう形で、投資をする、または積み立てをして、老後の資産なりを、作っていけばいいのか、そのような知識も、必要になってきている。そういったことを、すべて、勉強することができる、それが FP という資格なんですね。ですから FP の資格は、本当に、もうすべての方が取得していただきたい、そのように私は思っております。で、私はもう、20年、以上、FP として活動しております。最初の頃は FP といっても、あまり知ってる人がいない、そういう状況だったんですね。で、だん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 、もう FP ですと、ファイナンシャルプランナーですと、言っただけで、あ、知ってますと。で、すぐに、自分の、年金はどうなるんでしょう、自分はどういう生命保険に加入すればいいんでしょう、で、投資運用はどうしたらいいんでしょう、そのような相談につながっていく。ですから、私の実感としましても、FP 資格は、非常に、人気がある、注目されている資格ということができます。はい、それではレジュメの2ページを開いていただけますでしょうか。まず、FP って、どういう仕事をするんだろうということを見ていきたいと思います。2ページの下の方、ライフプランと FP とありますけれども、FP というのはライフプラン、これ日本語で訳すときは、生涯生活設計、ちょっと固めの、日本語に訳すことが多いです。つまり、その方その方によって異なる、将来の計画、または夢や希望、こういう人生を送りたい、こういう仕事をしたい、それを計画を立てていく、それがライフプランなんですね。ライフプランに対してアドバイスをする、これが FP の仕事なんです。で、一方、ここにライフデザインという言葉がありますけれども、これは何かと言いますと、その方その方の価値観です。人が幸せに生活する、その方の価値観にぴったり合った生活をしていく、これが幸せを感じるということだと思うんですね。で、生きがいや健康、お金、この少なくとも3つが満たされれば、とりあえず幸せな生活だと。で、生きがい、これはその方によって違います。例えば親しい人がいるですとか、ライフワークがあるですとか、仕事が生きがいということでもいいと思うんですね。で、健康であることが望ましい。で、お金、やはり、現代生活ではお金、経済的なものがきちんとしていないと幸せということはできないと思うんですね。で、このお金、じゃあどのくらいお金があれば幸せなのか、それはその方によって違います。つまり価値観が違う。この価値観をライフデザインと言います。で、この価値観を反映させて、将来の計画を立てていく、ライフプランを立てていく。で、一方、ライフイベントとありますけれども、人によってそれぞれの人生は異なります。ただその中でも、一般的に、誕生から成長、自立、そして成熟をして老後を迎える、そのような、一般的な人生、というのがある。その、節目節目でどういうことに、お金を使うのかというのは、ある程度は決まっているわけですね。例えば、誕生して成長していく、学校に通う、子どもがいれば子どもの教育費はどうなるんだろうと。で、自立をして、自分で社会人として稼いでいく。そのお金、それをどうやって貯めて増やしていこうか。で、結婚をして家庭を築いていく。で、その時、子どもがいれば、じゃあその子どもの教育費どうしようか。そしてマイホームを購入したいということであれば、どのような資金計画を立ててマイホームを購入しよう。
で、成熟を経て老後ですけども、老後に向けてどうやって生活資金、老後の生活資金を蓄えていこうか。このように、その節目節目で、どういったことにお金を使うのか、何に注目して、お金を貯めて使っていかなくてはいけないのかということは異なります。で、相続ですけれども、人はやがて死を迎える。じゃあ、その死を迎えた時の、財産ですね、相続財産として、次の世代に引き継いでいく。このような節目節目で、お金に関する知識というのは、必ず関わってくるものですので、やはり知っていないといけない。で、このライフイベント、それをもとにしてライフプランを立てる。で、その方によって異なるライフプラン、それを実現するために、経済的なアドバイスをする。お金に関して、プランニングをしていく。ファイナンシャルプランニング。これが、FP という仕事なんです。で、つまり、FP というのは、その方が生涯にわたって経済的に苦労をせずに安心して生活できるように、そのようにアドバイスをしていく。ですから、私も、FP として活動をして、お客様、顧客の方にアドバイスをしていく。そして、喜んでいただけることが多いんですね。ですから FP というのは非常にやりがいのある仕事であり、または本当に役立つ知識を勉強することができる、そういう資格だと思っているんです。で、レジュメの2ページの上の方ですけれども、生活者としてのニーズの高まり、つまり、これから経済が非常に不安定であると、自分の生活を自分で守らないといけない。そのような意識が高まってきている。ですから、生活者の方、消費者の方、自分の生活を自分で守っていこうということで、FP の資格を勉強する、そういう方も多いです。また、FP に、相談に行くという方も増えています。ですから、ビジネスチャンスとしてのニーズ。これは、金融機関で仕事をしている、そういった方ではなく、独立をして FP の仕事をしている、そういう方も非常に増えています。顧客に対してさまざまなお金のアドバイスをしていく、そのようなビジネスチャンスも非常に多くある。それが今の FP の資格です。はい、それではレジュメの3ページを開いていただけますでしょうか。ここでは FP の資格制度について、お話をしていきたいと思います。で、FP の資格は、今2本立てになっている。レジュメの一番上の表、その一番上の段ですけれども、左から CFP、AFP、そして1本線がありまして、1級 FP 技能士、そして2級3級 FP 技能士、この左側の AFP-CFP 資格、これは民間資格としての FP 資格です。で、FP 技能士、表の右側の方ですね、これは国家資格としての FP 技能士、FP 資格になります。この2本立てになっている。ですからちょっと、複雑な資格制度になっているんですね。で、日本の場合は、民間の資格が先に始まったという経緯があります。CFP、これ国際ライセンスなんですけれども、アメリカですとかカナダを中心に、そして今から、もう30年以上前、日本に入ってきた。で、それに対して、国家資格の FP 技能士、これ厚生労働省管轄の資格なんですけれども、2002年から始まっています。国が FP 資格は必要だということを認めたということだと思うんですけれども、国家資格の FP 技能士の方が後から始まった、このような形なんです。で、それでは、民間の資格、それと国家資格、それぞれの内容、そして違いを見ていきましょう。民間の AFP、CFP 資格ですけれども、
これは、NPO 法人日本 FP 協会、日本ファイナンシャルプランナーズ協会が実施しております。で、AFP、 こちらが、FP の普通資格です。AFP は国内の資格ですね。で、AFP、受験要件のところに認定研修の終了と書いてありますけれども、この認定研修という言葉、これはぜひ押さえてください。で、レックの、試験対策の講座、それが日本 FP 協会が指定する認定研修になっております。で、AFP を取得した方が、上級の CFP 資格を受験することができます。CFP はですから、民間の FP の最高峰の資格で、国際ライセンス、になっております。で、国家資格の FP 技能士ですけれども、こちらは、1級2級3級、3つの級に分かれております。3級 FP 技能士、これが初級の資格、そして2級 FP 技能士、これが、国家資格の FP の普通資格、そして1級 FP 技能士、これが国家資格のもう最高峰の資格になります。で、厚生労働省管轄の資格なんですね。ただ試験実施機関は、民間がやっております。民間の、金融財政事情研究会、それと日本 FP 協会、この2つの団体が実施しております。ですから日本 FP 協会は民間の資格もやっているし、国家資格も実施している、という形なんですね。で、この国家資格の、3級、これ初級の資格ですので特に受験要件はありません。で、2級 FP 技能士は、3級に合格、すれば2級 FP 技能検定受験することができます。あとは、日本 FP 協会が指定する認定研修を終了、することで、3級を受けなくても2級から受験することができます。で、ここに実務経験等とありますけれども、FP に関する2年以上の実務経験があれば、これも3級は受験しなくて2級から受験することができます。つまり2級 FP 技能検定、受験要件が3つあって、そのいずれかを満たせば2級を合格する、受験することができる、ということになります。で、2級を合格した方、1級 FP 技能検定を受験することができる。で、この、民間の資格と、それから国家資格の関係なんですけれども、国家資格では2級 FP 技能士、これが FP の普通資格ですね。で、民間では AFP、これが普通資格です。どちらも普通資格ですのでレベルが同じといいますか、試験が同じなんです。私たちは2級 FP 技能検定を受験します。で、2級に合格をすると2級 FP 技能士になる。で、さらに認定研修を修了している、2級合格、そして認定研修の修了、この2つの要件を満たすと、日本 FP 協会に入会をして AFP 資格を取得することができる。このような仕組みになっているんです。日本 FP 協会に入会ということですので、入会金ですとか、年会費などのコストも必要になってきます。はい。で、あとは民間と国家資格の違いで言いますと、国家資格の方は、1回合格すれば、3級なり2級 FP 技能士ということで、これは一生ものの資格です。更新は不要です。それに対して AFP、CFP 資格、これは2年ごとの更新制になっています。AFP でしたらば、2年間で15単位、CFP でしたら2年間で30単位取得することによって資格を更新することができる。この単位というのは、FP に関する何らかの勉強をする、または活動をする、
大体1時間1単位目安です。ですから AFP ですと、2年間で約15時間程度、何らかの勉強もしくは活動をすることによって、資格の更新をすることができる、このような更新制になっています。この更新制というのは、ちょっと面倒だなと、感じられるかもしれないんですけれども、でも FP というのは、例えば新しい金融商品が、出ている、または税制もどん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 変わっていく、そういう、新しい情報を、どんどん追い求めていく、そういう資格なんですね。ですから、きちんと、そういう改正点などをキャッチアップしている FP だということで、この更新制度があることによって、顧客からの信頼が、高い、これが民間の資格なんです。で、民間の資格がいいか、または国家資格がいいのかということを、聞かれることも多いんですね。で、試験を受けて国家資格を取得する、で、FP として、活躍したい、という方はぜひ、日本 FP 協会の AFP そして CFP まで取得はお勧めしたいと思います。こちらの方は日本 FP 協会の実務家の FP、資格を保有している方に対して、さまざまなバックアップがあるんですね。で、FP 同士のネットワークを作るですとか、もう新しい情報を、機関誌などがありますので、どん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 勉強することができる。ですから、こちらの民間の FP、CFP 資格の取得はぜひお勧めしたいと思います。はい、このような資格制度、仕組みになっております。で、次に FP 資格取得の流れですけれども、仮に FP に関する実務経験がないという場合、まず初級の3級 FP 技能検定を受験しても大丈夫です。これは特に受験要件ありませんので、で、3級を合格すれば2級 FP 技能検定を受験することができます。また実務経験がなくても AFP 認定研修、これはレックの2級 FP 対策の講座です。認定研修として指定されておりますので、それを受講して合格のために勉強する、講座を修了すると認定研修の修了ということになりますので、3級を受けなくても2級 FP 技能検定を受験することができます。で、また実務経験がある、という方は、FP に関する何らかの仕事をしている、2年以上していた、しているという方、その方は2級から受験することができます。で、2級 FP 技能検定合格しますと2級 FP 技能士ということになりますけれども、で、認定研修を、修了しないで2級を受験したという方、2級合格後、認定研修を、受講してもいいんですね。これどちらでも構わないんです。合格後認定研修を修了しても構いません。で、いずれにしても2級合格と、認定研修の修了、この2つの要件を満たせば AFP として、登録をすることができる。で、AFP になると、民間の最高峰、CFP 試験を、受験することができます。で、CFP 試験の、試験に合格をした方というのは、実は、国家資格の1級 FP 技能検定の学科試験、これが免除になるんですね。学科試験を受けずに、あとは1級の実技試験を受験して合格すれば、1級 FP 技能士にもなれる。ここで CFP、それと1級 FP 技能士、それぞれ FP の最高峰の資格、それのダブルライセンスということになるわけです。で、それぞれの、3級、2級、1級、または CFP のレベル、どのくらいのレベル感かといいますと、3級 FP 技能士、これは初級レベルです。お金に関する内容を幅広く、勉強しますけれども、日常生活で、それを役に立てる、ことができる、日常生活でなんとなくお金のことが、分かってきた、
このくらいのレベルです。で、もし、仕事で FP 資格を、取得したいということであれば、2級 FP 技能士または AFP、中級レベルまで、取得はお勧めしたいです。で、仕事で使わないという方でも、自分のライフプランをきちんと立てることができる、それはやはり、この中級レベルなんですね。で、中級レベルですと親しい方に対して、いろいろお金のアドバイスをすることができる、それが中級レベルです。で、仕事で、本当に FP 資格を活用するんだ、もうバリバリに FP として仕事をしていくということであれば、上級の CFP、または1級 FP 技能士、この最高峰の資格まで、ぜひ取得をお勧めしたいと思います。はい、これが FP の資格制度に関する内容です。それではレジュメの4ページを開いていただけますでしょうか。じゃあ具体的に、FP の勉強って、試験合格のための勉強、どういうことをするのかということですけれども、一言で言いますと、お金に関するすべてを勉強していく、非常に幅広い内容を勉強する、それが FP の資格なんですね。で、幅広いですので、その学習範囲を6科目に分けて、勉強していきます。金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、そしてリスク管理、タックスプランニング、相続事業承継、この6科目です。この中で、右上のライフプランニングと資金計画、これが一番 FP っぽい、科目です。FP というのは個人の方に対してお金のアドバイスをしていく、そういう仕事ですけれども、その際に、その顧客のさまざまな情報をまず、取得していく、その方の収入はどのくらいなのか、そして支出は年間どのくらいの金額使っているのか、または貯金はどのくらいあるのか、そして、公的年金や生命保険の加入状況、または、不動産、住宅ローンなど負債の状況、こういったことを、聞いていくわけですね。で、それをもとにして、将来の予想を含めて、プランニングをしていく。例えば、今マイホームが欲しいという時に、住宅ローンを組んでマイホーム購入できるかもしれない。でも、家計を見ていくと、20年後30年後、貯蓄残高がマイナスになってしまうということであれば、これは、家計がやっていけないということですので、今、計画を立て直さなくてはいけないかもしれない、そういうふうにお金の流れ、つまりキャッシュフロー表を用いて分析をしていく、そういうような、FP のさまざまな、アドバイス、その手法について勉強していく。それからこのライフの科目では、国の社会保険制度、例えば健康保険ですとか公的な年金、そして、雇用保険など、こういう国の制度というのは非常に充実をしている。いろいろな困った時にさまざまな給付があるんですね。ただ、それを、知らない方が多い。で、国の制度というのは自分から申請しないと、給付を受けることができません。健康保険ではどういう給付があるのか、または公的年金、自分が、年を取った時に何歳からどのくらいの年金を受給することができるのか、こういった国の社会保険制度、についても勉強していきます。で、こうやってライフプランニングと資金計画で、将来の計画を立てていく、それが計画通りにいけばそれに越したことはありませんけれども、万が一の時というのはあるんですね。その万が一に備える、それがリスク管理です。つまり生命保険ですとか損害保険、それから医療保険などの、保険商品について詳しく勉強していきます。2級まで勉強すると、保険証券、それを読み取って、どういう時にどのくらいの、給付金または保険金を受け取ることができるのか、
ですとか、または自分のライフプランに照らして、自分はどの生命保険に加入するのが一番いいんだろう、そういったことをきちんと判断することができます。で、左上の金融資産運用、これはまさに金融ですので、さまざまな金融商品、その選択の方法、そして貯金だけではなく投資をしていく、その投資の考え方などを勉強していきます。で、タックスプランニングですけれども、これは税金の知識ですね。個人であれば、収入があれば所得税、それから住民税、こういった税金は必ず払うわけです。で、特にサラリーマンの方、会社で年末調整、つまり税金の計算は全部やってくれるんです。ですから意外と所得税ってどうやって計算するんだろうというのを知らないという方も多いです。で、個人事業主であれば自分で確定申告をするということですけれど、でも会社で年末調整をしてもらって、場合によっては税金を払いすぎているということもあるんですね。後から自分で確定申告をすることができます。払いすぎた税金があれば還付を受けることができる、そういった上手な節税対策、そういったこともできるようになってくる。3級では所得税を中心に、2級では所得税、住民税、そして法人が支払う法人税の仕組みなども勉強していきます。そして不動産、これは不動産に関するさまざまな内容、例えば不動産の登記簿の見方、それから建築基準法などの法律、そして不動産関係の税金についても学習していきます。マイホームを購入したい、これが人生の夢であれば、じゃあその時にどういう法律があって規制があって自分は家を建てることができるんだろう、またはマイホームを購入する、その時にどういった税金を支払うんだろう、そういうことが分かるようになる、または最近不動産投資をする、そういう方も増えていますよね。この不動産の科目では不動産投資の考え方なども学習していきます。そして相続事業承継、これは相続が発生する、その時人は誰でも生涯に2回相続に遭遇すると言われています。その時に誰が亡くなった方の財産を引き継いでいく、つまり相続人になるのか、そしてその相続財産をどうやって分けたらいいのか、民法で相続の考え方、それから相続税法の相続税の考え方、こういったことを学習していきます。相続はそんなにしょっちゅうあるわけではないんですね。ですから相続税といっても意外と知らない方が多いんです。相続税対策といっても、その方が亡くなってからではできることというのはもうほとんどない。ですから生前からきちんと相続税対策をしていく、またはお金に関することですので、相続人同士争いにならないようにきちんと相続対策をしていく、そういったことを学習していきます。で、FP では各科目このような内容で学習をするんですけれども、 FP 資格が他の資格と違うということが、勉強する内容がもうすぐにでも日常生活に役立てることができる、そういう実務的な内容を勉強する、これが FP なんですね。ですから、もう、講義を受けていただいて勉強したら、それをどん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 日常生活で活用していただく、それが、FP の試験対策にもなりますし、また、ご自分で、さらに豊かな生活を営んでいく、そういった基本的な知識、ということになるわけです。はい、それではレジュメの5ページを開いていただけますでしょうか。FP の試験の傾向と対策ということで、まず2級試験の概要、がありますけれども、
これは2級も3級も同じです。それぞれ学科試験と実技試験、この2つの試験があります。で、これは両方とも同じ日に実施されます。学科試験が午前中、実技試験が午後という形で、1日にわたって試験が行われます。で、2級試験も3級試験も年3回、年ごとに1月、5月、9月、この3回です。で、2級と3級、同じ日に実施をします。ですから、2級と3級を同時に受けるということはできないです。で、年3回ですけれども、これから始まる講座では、2021年1月試験に向けての講座ということになります。で、2級でいうと学科試験120分、4支度1のマークシートで全部で60問出題されます。60問ということは6科目ありますので、それぞれの科目10問ずつ均等に出題されます。で、実技試験2級では90分ですね。これは、4支度1の問題ですとか、一部記述式の問題が出題されます。記述式って、これちょっと不安に思われる方が多いと思うんです。これは論述ではありません。ですから何かについて、何百字以内で書きなさいとかそういう問題ではないんです。実技ですので、実技、実務に即したような、計算問題なども出題されます。計算をしてその答えを書く。または穴埋め形式で、空欄に当てはまる単語を書く。こういうような形の、記述式、そして4択などの問題で、これ40問ですね。で、学科試験も実技試験も、それぞれ6割の正解で合格になります。で、学科と実技、それぞれ別々に合否が判定される。で、両方合格して初めて、3級なり2級 FP 技能士ということになります。で、学科試験だけ受かったとか実技試験だけ受かったとかそういうこともあると思うんですね。で、例えば学科試験を受かった、そういう権利は翌々年度末まで、ですから2年ないし3年有効です。年3回試験がありますので、ダメだった方を次の試験で受験して、で、両方合格が揃えばその時点で、3級なり2級 FP 技能士になるということになります。年3回試験があるということは、もう何回もチャレンジすることができる、そういう試験、でもあります。で、この真ん中のこれ、グラフになってますけれども、これは2級 FP 技能検定の合格率です。これ学科試験と実技試験、折れ線グラフで、これ別々に表示をしてあります。実技試験の方が不安という方も多いんですけれども、実技試験、これ三角形で、表している、これが実技の合格率ですので、学科試験で、勉強する知識、それがしっかりと身についていれば、それを少し応用して、実技試験は、合格をすることができる、このような感じになっています。で、2級の試験は、学科と実技、両方受けて両方受かる方、30% 台、その時によって、40% 前後ということもあります。6割の正解で合格ですので、競争試験ではないんですね。ですから、これをご覧になっている皆さんが、レックで AFP の勉強をして、全員合格をしたということであれば、皆さんの中での合格率は 100% になる、このような試験なんです。で、その時によって、1問2問難しい問題が出たとか、いうようなこともあります。そのような時は合格率はその時はちょっと下がってしまう。ですから、その時その時によって合格率ばらつきはありますけれども、平均して、両方受かる方 30% 台の試験になっています。で、FP の試験は、ごく一般的な方が、
きちんとライフプランを立てて生活していく、そのために必要な知識、そういう観点から出題されます。ですから難問奇問ですとか、重箱の隅をつつくような問題、またはちょっとした言葉のあやで、正解不正解、そのような問題は、ほとんど出題されません。きちんと時間をとって勉強した方が合格する、そういうような試験になっております。で、レジュメの5ページの、真ん中辺に AFP 認定研修とはとありますけれども、認定研修、これは2級の受験要件にもなりますし、2級合格後 AFP に登録をする、そのための要件ともなる、日本 FP 協会が指定する認定研修、レックの2級対策の講座を受講するということですけれども、認定研修を修了するというのは提案書を提出する、そして合格をする必要があります。提案書って何かと言いますと、実務家の FP が、もう商売道具として使うもの、顧客に対してアドバイスをする、口頭で説明をするだけではなくって、レポートのような形で、きちんと書いて形にしてお渡しをするんですね。それが提案書です。で、課題の提案書ですので、このようなご家族がいますという課題があります。で、収入はこのくらい、支出はこのくらい、資産はこのくらいありますよと、もう設定されています。で、それを分析をして、キャッシュフロー表などを作って、アドバイスをしていく、それを作成していただく、で、合格をすると認定研修が終了になります。この提案書の作成は簡単ではありません。ただレックの講座では講座内で提案書講義があります。また詳細なテキストがあります。初学の方でも無理なく提案書を作成していただけることと思います。はい、それではレジュメの6ページを、開いていただけますでしょうか。企業で評価される FP、金融機関ですとか、それから保険会社、そして不動産関係、というのは FP 資格はもう必須であると言っても過言ではありません。また、金融機関などその会社によっては、FP 資格、上級の資格も持っている、それが昇進の条件になっている、そういう会社もあるんですね。ですから、関連する仕事をしていらっしゃる、またはそういう会社にこれから就職転職をしたいという方は、ぜひ FP 資格を早めに取得するということをお勧めしたいと思います。で、FP 資格は、企業内で FP の、経験を積んでいく、それによって独立をして仕事をすることもできる。その際は、FP 資格だけではなく、関連する例えば社会保険労務士ですとか、税理士ですとか、宅建ですとか、行政書士ですとか、ダブルライセンス、トリプルライセンスでさらに仕事の幅を広げることができます。またはもうすでに税理士の資格を持っている、または社会保険労務士の資格を持っている、そのような方も重ねて FP 資格を取得することによって、顧客に対してより包括的なアドバイスをすることができる、より仕事の幅をさらに、広げることができる、そのような資格、なんです。で、レジュメの7ページですけれども、時代が FP を求めているなんて書いてありますけれども、 FP 資格というのは今非常に注目されている。自己責任なんていう言葉も聞きますけれども、これは自分の責任でというのは、生涯、安泰に生活できるかどうか、それを自己責任でしてくださいという、ですから、ちょっと怖いことでもあるんですね。FP をしっかり勉強することによって、お金に関してさまざまな知識を持つ、それが、自分の生活を防衛していくということでもあると思います。で、知ってるだけで得をする、知らないと損をしてしまう、そのようなさまざまな制度もありますので、FP でそういったことも含めて学習をしていただければと思います。で、2級 FP 技能士、そして AFP に登録をしたら、さらに上の資格、
1級 FP 技能士ですとか CFP 資格まで、ぜひ、チャレンジをしていただき、いただければと思います。これから、FP の資格を取りたい、FP に興味があるという方は、ぜひ、もうすぐに、これから勉強を始めて、早めに、資格合格をして、そして、FP として、私と一緒に、活躍をぜひ皆さんしていただければと思います。はい、それでは今日はこれで、終わりにしたいと思います。皆さん長い時間どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。